紀元前2000年期頃のシリアメソポタミア周辺地図。ウルケシュは、図の右上にあるウルケシュは、現在のシリア北東部のタウルス山脈の麓にある古代の都市国会石。現代のカーミシュリーの町の近く、クルド人の多い町アムダから5キロメートルほどハブール、川を遡った場所にあるテル、モザンという意、丘がウルケシュの跡地である。ウルケシュは、 紀元前4000年期に、おそらく古利人によって建設されたが、その何世紀も前から集落があったと見られ、大麦、エンメル麦、裸麦など多くの穀物、ひよこ豆やそら豆など、豆類、イチジクなどの果物などが食べられていたと考えられる。年平均降水量は 400mm から 450mm で、穀物の栽培が可能な範囲である。 現在はステップが広がるが、青銅器時代にはもう少し湿った気候だったと考えられる。ハブール川の過酷が深いため、考えは川の周辺でしか行えなかった。ウルケシュは、ハブール川上流域の交易を支配下に置き、北のアナトリアの高地から採れる豊富な銅を、西の地中海方面や東のザグロス山脈、ペルシャ方面に運んで利益を得ていた。ウルケシュは、 アッカド帝国の同盟国で、このつながりは王朝同士の結婚の伝統によるものと信じられている。アッカドの王なら無心の娘、タラームアガでは、ウルケシュの王と結婚したと考えられている。紀元前2000年期、ウルケシュは南のユーフラテス川沿いにあるマリ王国の手に渡り、ウルケシュの王はマリの風神となった。ウルケシュの人々はこれを恨み、 マリ王国の文書庫から発掘されたマリ文書の中には、ウルケシュの強い抵抗を物語るものもある。ある書簡では、マリの王がウルケシュの王に対し、私のせいであなたの町の息子たちがあなたを嫌っているとは知らなかった。しかしあなたは私のものだ。たとえウルケシュの町は私のものではないとしてもと書いている。ウルケシュの町は、 紀元前2000年期の半ば頃に放棄されたとみられるが、その理由は、現在のところは不明である。ウルケシュの王族の系図や名前などはほとんどわかって、いないが、以下の人名は、都市国家ウルケシュの王のものであるとわかっている。知られている王たちのうち最初の三人は、古利人の称号である、縁談を名乗っている。ウルケシュを、ユアー・ケストを表すと分解し、旧約聖書に登場する。 カルデアノウルと結びつける説もあるが、これは主流の説とは違うことは述べておく必要がある。ウルケシをカルデアノウルと結びつける近代の研究成果はなく、カルデア王国はメソポタミアの最南部にあり全く離れている。現在ではカルデアノウルはウルのことと考えられている。テルモザンのイオカの発掘は20世紀前半のイギリスの考古学者、 マックス・マローアン教が1930年代に開始した。マローアンの妻だったこともある推理小説作家、アガサクリシティは、マローアンたちがこの遺跡が古代ローマのものと考え、発掘を続けるのをやめたと書いている。後年の発掘結果では、ローマ時代の居住跡は発見されていないが、マローアンは南にあるチャガルバザールの発掘に移った。 発掘された遺跡のうち重要なものは、トゥプキシュの王宮。これに関連する魔術のための地下施設、神殿が、頂上にありその前に、広場のある巨大な丘、住宅地区、墳墓群、市の外側の城壁と内側の城壁などである。ありがとうございます。